警告。以下のファイルへのアクセスは財団のアーキビストに制限されます。アイテム番号。SCP-4015。守護者。オブジェクトクラス。エパーク。特別収容プロトコル。SCP-4015 に関する考古学の資料は一般には公開せず、SCP-4015 のサイトでの全ての発掘は非常的な考古学研究を偽装して行われます。情報の偽装は歴史上の主な出来事に SCP-4015 に関する情報が含まれないようにしてください。多くの財団の仮設サイトが一時的に、活動を行っている SCP-4015 の発掘サイトの近くへと設置されます。異常存在との関係性のため、職員は異常な活動がないか SCP-4015 遺跡群を厳重に監視する必要があります。SCP-4015 に関する情報へのアクセスは高クラス職員と財団のアーキビストに制限されます。SCP-4015 の性質上、オブジェクトに関する情報へのアクセスは、その研究または収容に直接関与しない職員には不要と考えられています。地方政府は SCP-4015 の存在を知らされており、効率的に研究を行い、確実に収容を行うために財団と協力関係にあります。説明。SCP-4015 は後期青銅器時代から紀元前12世紀半ばまでの古代文明の遺跡群の総称です。その領土は現在のサウジアラビア北部、イラク南部、シリア南部、ヨルダン西部にほぼ対応しています。SCP-4015 の共同体は非常に好戦的であり、隣接しているメソポタミアとレバントに政治的、軍事的、経済的に重度の被害をもたらしたとされています。SCP-4015 はその国境沿いで暮らす現代のアラビアの遊牧民の文化と一致していますが、それは大シリアの北に位置する都市文明に著しく影響を受けていたことによると判明しています。言語的には、SCP-4015 は近隣国との円滑なコミュニケーションのため、筆記にはバビロニア語を使用していたことがわかっています。特筆すべき点として、SCP-4015 は国家規模で宗教の痕跡を書いており、遺跡から回収された宗教的遺物はごくわずかです。SCP-4015 の識字能力のあるものは、レバントの他文明とともに、自身らを守護者、とだけ呼称することが知られていますが、他の事例として外国の文化を異端者、と呼ぶこともありました。SCP-4015 は他の青銅器文明に見られる政治機構における都市化は見られず、人口が少ないにもかかわらず、高度に統一され、組織化された社会を持っていました。SCP-4015 は同時代の近隣国 A をはるかに上回る数学、物理学、科学、医学の知識を持った学問に優れた社会でした。それだけでなく、SCP-4015 はその歴史の中で、単一の統治評議会によって統治されていたことが示唆されています。統治評議会の保管していた記録によると、SCP-4015 はその影響範囲内における異常存在による影響を制限するという長期的な目標を持っていました。この目標の達成のため、SCP-4015 は広大な要塞組織を形成し、SCP-4015 の人々が回収した異常存在を封じ込めるように設計されていました。隣接した文明によって作成された SCP-4015 の記録は、その文化を好戦的で異端のものであると位置づけています。彼らは神殿で略奪行為を行い、神官を殺害し、宗教的遺物を盗んだと記録されています。また、この時代の多くの作家は、SCP-4015 の影響を蔑視し、信じられないほど強力な軍事戦術と襲撃戦術を駆使し、地域で最も強力な王国すらも彼らに協力せざるを得なかったと述べています。SCP-4015 の軍事行動を通じて得られた全ての宗教的遺物は異常性を有しており、SCP-4015 の組織によって宗教的に扱われたわけではないことに注意してください。SCP-4015 は他の全ての青銅器文明の範囲を超えるような技術を保持していました。その中でも居住地は数千人を超えることのない小さな要塞に限られていました。しかし、長期的な移住を目的として建てられていたため、非常に持続可能で効率的なものでした。また、軍事技術も同時代のものではなく、鉄器時代後期の王国と同等のものでした。これが、直面した全ての軍事上の敵に勝利した理由であると推測されています。SCP-4015 の独自の居住地のパターンは、各居住地がそれぞれの異常存在の収容施設の周りに組織されていたことを示しており、その異常存在のほとんどは近隣の王国や部族から持ち込まれたものです。これはまた、SCP-4015 が高度な中央集権的性質を持っていたことの証拠となります。以下の文書はサイト14015より回収されたもので、SCP-4015 の支配者によって非常に危険な異常存在の収容を詳細に記述したものです。なお、この文書の翻訳には、不明確な部分があることに留意してください。天皇氏、ウルクにて発見された文書。非常に不安定。翻訳に不明瞭な部分あり。その獣は地下に3体。封印され、外部へと穴を開けられないようにし、要塞は収容所の入り口を保護する必要があります。獣の足は鉄の鎖で縛り、尻尾には縄を結び、常に尻尾が引っ張られるようにしてください。獣には頑丈な鉄製のマスクをかぶせ、その破壊的な強風を軽減してください。
収容所への門は常に数十人の兵士によって守られ、彼らが殺害された場合は、1名の兵士がウルクから回収した剣で獣の背中を切ってください。王子の収容違反を鎮圧できなくなった場合に備えて、2つの貯水池が掘られ、王子の収容室を水で満たすことができます。これは生物を溺死させる理想的な方法ですが、過去の経験によると、王子は溺死から数日で蘇生します。警備の兵士の殺害を防ぐため、収容室の壁は鉛で覆い、床は金で覆うようにしてください。多くの容器に酸性物質を満たし、青銅の円柱と鉄の棒を詰めてください。これにより、エネルギーが発生し、金の床を伝わって獣の霊力を妨害することが可能です。これらの容器は効率が悪いため、頻繁に交換するようにしてください。伝説の天皇牛は、ウルクの王外教の信仰を止めることを拒否したため、ウルクより連行されました。獣を捕らえることによって、私たちは世界を飢餓から救ってきたのです。獣は地面に大穴を開けるほど大きく息を吐き出すことができ、不明、おそらく衝撃波は致命的であり、どのような軍隊も、この獣の前に立つことは不可能です。シュメール人の間ではその存在は死と結びついています。獣は1日に1度、近くにいる人間に死を命令し、即死させることができると言われています。その存在が力をもたらすために使用している現象は、鉛などの重金属で緩和が可能とされています。また、衝撃を発生させる磁気現象は、この力をさらに妨害できることが判明しています。その表皮を切ることは強大なギルガメシュ王が所持していた剣のみであり、巨大な収容所が収容体制を保持できない場合は、その剣を対象の殺害のために使用します。この文書に対応するとされている遺跡は、背部に未知の金属でできた剣の刺さった牛科の生物の骨格とともに回収されました。また、このサイトは SCP-4015 が異常存在の収容に直接関与した証拠にもなっており、それ以来、異常の古代の収容サイトが回収されています。SCP-4015 の首都は、サイト1-4015として指定されていた固有の領域の中心に位置する都市のような居住区だったとされています。大規模な住宅地のほか、サイトの大部分は SCP-4015 の他の全ての活動を統括する巨大な管理施設として使用されていました。これらの複合体は SCP-4015 の大部分の文献の出典である巨大な図書館も保有していました。注目すべきは、SCP-4015 の支配者たちの住居であったと考えられる13の特に大きな、要塞化された家屋です。これらの家は政府の首都の建物として使われたと考えられる大きな集会場の周りに集まっています。また、機能不明の大きな宮殿のような建造物も存在しています。以下の文書はヘルツ博士の下で行われた発掘に関する最初の発見とそれについての考えを詳述したものであり、SCP-4015 とサイト1-4015はその収容能力を超えた力を持った異常存在に破壊された可能性が高いことを示唆する証拠をもたらしました。近隣の王国はこの異常存在を利用することで、SCP-4015 による宗教的抑圧から解放されると信じていた可能性があります。サイト1-4015の発掘について、ヘルツ博士の下で財団考古学第3部門により実行。場所、サイト1-4015、サウジアラビア、日時、1900年、4月2日、調査結果、私たちが最初にその場所を発掘した時、非常に発達した集落を見つけました。その集落は多くの点において、同時代のものをはるかに上回っていたのです。その水管理システムは信じられないほど高度であり、一連の地下パイプと貯水槽を介して大量の地下水を貯蔵し、サイトの住人に分配することが可能でした。下水道のシステムは、青銅器時代の中東では類を見ない大規模な一連の水力工事につながっています。システムを科学的に分析した結果によると、これは SCP-4015 の住民による下水処理の試みの可能性が高く、水を節約し再利用をしようとしたのではないかと考えられています。また、私たちが垂直農法と呼んだものの維持もしていました。太陽光を反射するための複雑な鏡の配列を利用して、農業を目的とした数階建ての小型の建築物を作成したと推測されます。水耕栽培の原始的な試みの証拠も発見しました。これは、サイト周辺の耕作地の不足を防ぐ試みである可能性があります。別の例として、サイトに存在する高度な技術は、武器の工場生産に近いものです。火事場が工場のように集まっていました。これらの構造物には、設計室と呼ばれる大きな空間があります。ここは特殊な装置が設置されており、様々な種類の兵器の製造に使用されたと考えられています。特筆すべき点として、SCP と構造の類似が認められる金属製の、大砲の弾、骸骨化発見されました。このサイトにおける異常は、SCP-4015 の驚異的な技術力の誇示以外にその破滅についてです。チューム分析によって、青銅器時代の崩壊前後に異常な活動の急増があったということが結論付けられています。しかし、古代中東において、異常な出来事によって破壊された証拠を示す場所はありません。サイト1-4015は異常な損傷の証拠を伝える最も重要なサイトです。
実際、サイトは損傷が全くありませんが、サイトの住人がほとんど殺害されたことは明らかです。サイト14015の破壊を正確に視覚化し、理解するには、私たちはサイトの外部から理解しなければなりません。サイトから数キロ離れた場所に、異様の SCP を含む爆発加工を発見し、これは彼らがサイト防衛のために原始的な爆発兵器を使用したことを示しています。その標的が何であったのかは不明ですが、その殺害に失敗していることは明らかです。実際に、サイト14015から回収された SCP の備蓄はわずかなもので、これは明らかに希少であり、滅多に使用されていなかったと思われます。このことより、SCP-4015 の分は防衛のために他の全ての選択肢を使い果たした可能性が高いことを示唆しています。兵器の発見により、サイトの壁外の数百メートル離れた爆発加工と同じ方向で、大規模な戦闘が行われたと結論付けることができます。興味深いことに、SCP-4015 に反抗した軍の死体は信じられないほどに少ないことが判明しました。一方で、SCP-4015 の軍は莫大な犠牲者を出しましたが、金属兵器の代償による死傷者はごくわずかでした。一部の骸骨には焦げたような部分があり、気化しているように見えるものもあります。しかし、遺体の大半は負傷していた形跡が見られず、実際に遺体を殺害した可能性のあるものの証拠はありません。敵対する軍は密だけでなく、SCP-4015 と交戦していた軍はレバント全域から武器や鎧を運んでいたことが判明しました。彼らは連合軍だったようです。アッシリア人、アッカド人、さらにはアムル人までもが肩を並べて戦っていました。また、エジプトの戦車と指揮隊の探検も見つかっています。アッカドの鎧を着用した人物には赤みを帯びた種類の青銅で作られた武器を持った人物もおり、これは中国に由来するものでした。遺伝子検査は、これらの人物がもともとクレタ島出身であることを証明しています。驚くべきことに、SCP-4015 の脆弱性は中東の主要な戦争状態にある国家、さらには世界全体を団結させるのに十分なものでした。SCP-4015 以外のほぼ全ての死体には、ネルガルへと捧げられた護符が発見されています。これに基づくと、SCP-4015 と接触していた王国は最終的には、彼らの異端的とされた影響を放棄する方法を見つけたと推測されています。彼らが SCP-4015 を占領することを可能にしたものの性質を示唆する証拠に、サイト14015の壁であった瓦礫の一部にシュメール語で、ネルガル、と書かれているものがあります。この刻まれた言葉が、ネルガル、の存在を示す証拠になるとされる唯一の理由は、サイト14015内の人々の死体には暴行された痕跡がないためです。実際、サイト内のほぼ全ての人間の死体は健康状態が良好でした。私たち研究者のうちの一人は、まるで彼らはただ死んでいるだけのようだ、と話しました。また、サイト14015の壁は高爆発物によって損傷を受けており、その一部は熱による損傷とガラス化しているところがあるため、壁に損傷を与えるために高出力レーザーを使用していた可能性を示唆しています。このことから、サイト14015を破壊した戦いは、単なる政治的暴力ではなく、レバントの人々が見たような、神の怒り、である可能性が高いと結論付けました。長い年月をかけて、様々な文明からの異常な宗教的遺物の略奪の後に、SCP-4015 の歴史上、無敵であった力を克服できる異常存在を手に入れた者が、彼らの中東での支配行為を終わらせました。あいにく、どうして SCP-4015 がこれほどまでに憎まれていたのかは明らかです。彼らの収容手順は時に聖地の略奪、強奪、破壊を意味していました。この行動は間違いなく、彼らの隣国に無条件に憎しみをもたらしていたのです。次の文章は、サイト14015の図書館より回収した一連の文書からの抜粋です。異常を収容する主な動機は哲学的なものによると考えられます。SCP-4015 の指導者たちは、多くの異常、特に人型の異常存在は人類の安全のために、自身に対する奉仕を強制していると信じていたようです。この意味で、SCP-4015 は異常存在の影響から自分たちを、解放するもの、とみなしていました。目的。我々の使命は決して変わらず、これからも変わることはない。数えきれないほどの年月の間、人類は神という名の魔物を崇拝し、これをなだめようと無駄な努力をしてきた。確かに、こういった存在は一人の人を助けることなど意図しておらず彼らは人間を餌とし、我々の労働で超えている。このようなことを許すなどできない。それこそが我々の存在意義であり、これらの異常の出現は我々の世界の法則をねじ曲げており、前世紀はその数と力を増すばかりであった。我々は仲間たちと同じ過ちを犯すつもりはないが、もつれ合う神の欠点を利用しその何たるか理解するだろう。我々は自然のすべて、これらの欠点のすべてを完全に理解しそれらから世界を守るのである。農民も王も、誰もが明日また太陽が昇るという幻想のもとで休むことができるように。
上記の文書は SCP-4015 のイデオロギー上の性質を推定する最も初期の証拠でした。以上のように、サイト14015と残存していた SCP-4015 は青銅器時代の崩壊時に突如として破壊されました。この時代の間に、中東全体で異常な活動の急速な増加が発生したからであると財団の考古学者は結論付けました。SCP-4015 の知られている最も新しい文章はこの時代のものです。最も重要なことは、末期に統治評議会が解散した後に SCP-4015 の支配権を確立したと思われる高官によって書かれた文書です。以下の文書の内容から、この著者は何らかの力を持った異常であると考えられています。多くの SCP-4015 文書と同様に、いくつかの単語の翻訳が不明確です。指導者、我々は失敗した。最も重大なことは、私が失敗したことだ。私はこの過当な部族を強大な力に導くことができると信じていた。世界にはびこる神々と悪魔の暴落を監視し、立ち向かうことができると。しかし、我々が悪を一つ追い出すたびにそれらは新たな形で戻ってくるのだ。我々はウルクだけでも多くの預言者、神々、神聖な生き物を奪ったが、これらへの忌まわし気？信仰をやめることはなかった。我々が盗み出した全てのものは封印に値するものであった。誰もが最初から予想していたように、我々の収集品はやがて管理しきれないほど膨大になる。これらの悪害地図でも収容所の外へと出れば他もそれに追随し、我々はそれらを再び捉えることはできなかった。ついにこの予想は現実のものとなってしまった。長い間封じ込めていた無数の恐怖が再び現れた。この時、私は自らの運命を悟った。我々の素晴らしい業は打ち砕かれ、永遠に消滅した。悲しきことに、この悪どもはすでにこの世界に忠実な人々へと敵意をあらわにしており、間もなく全ての文明が破壊されるだろう。残念だが、私の敵はこれほどまでに支配をしなければ、我々へとこのような行動を取ることはなかっただろう。実際に私はこれらの人知を超えた力に対し破壊的な戦争を行った。愚かにも、彼らが我々の窮地を自らの圧政者を打ち負かす機会だと考えるなど思ってもいなかった。おそらく、冷酷にではなく協力すればこれらの力を止めるのは可能だ。私はきっと、崇拝者たちに神々の奇跡的な性質を説明して納得させるべきだったのだ。このことを知っているからこそ、私は諦めたりはしない。これは学ぶべき教訓に過ぎない。どんなに苦労しようと、勝利は私の手にあるものなのだ。私は指導者？として常に気を配り、何度やり直してでも成功させてみせる。私の任務は変わらない、これまでも、これからも。確保、収容、保護。